忍者400の紹介動画です。2018年モデル、フルモデルチェンジして一発目のモデルになります。はい、このモデルから ABS 前後とも標準装備になりました。はい、あとはね、見えないところではあるんですが、アシストスリッパークラッチもついてます。はい、ではエンジンかけていきます。感じですね。距離が1万4000キロぐらい、めっちゃ絶好調です。はい、前のオーナーさんが ETC ですね、つけてくれてるのと、あとは USB の電源、ちょっと蓋ねちぎれてしまってるんですけど、はい、蓋口ついてます。まあ、もちろんね、小傷等はあるものの、全体的に非常に綺麗ですね。はい、忍者400の黒、大人気なので、気になる方はお早めにお問い合わせ、もしくはご来店お願いします。